高島は海上自衛隊の総海底。平島型総海底の3番艇。艇名は高島に由来する。平島型不設艇、高島、浮島型総海底、高島は津島型総海底、高島に次いで日本の艦艇としては4代目。本艇は日本で最後の木造総海底であり、以降、新造される総海艦艇は FRP 作りとなった。 高島は、平成18年度計画総改定395号艇として、USC 京浜事業所で2007年5月10日に、寄港され、2008年9月29日に、浸水、2010年2月26日に収益し、総改大軍、第2総改隊に編入され、佐世保に配備された。2011年3月11日、 発生した東日本大震災の災害派遣に参加。同年6月17日から6月21日、洋島周辺海域で実嫌い処分訓練を実施。2012年7月14日から7月26日、道の区湾で平成24年度総会特別訓練に参加。2013年2月18日から2月23日、八代海で機雷船訓練に参加。 2015年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成26年度機雷戦訓練に参加。2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成27年度機雷戦訓練に参加。2016年2月26日に佐世保出港後、4月4日から26日までの間、アラビア半島周辺海域で実施される。 米国主催第4回国際総会訓練に総会母艦、浦賀と共に参加した。4月27日、浦賀と共に、バーレーン周辺海域でイギリス海軍ハント型総会艇、ミドルトンと戦術訓練、近接運動訓練を実施。5月14日、浦賀と共にスリランカ西方海域でスリランカ海軍総会艦、サムドラと戦術運動。 通信訓練を実施。6月7日に佐世保に寄港した。同年11月20日から11月30日、日向田田でアメリカ海軍との機雷戦訓練及び総会特別訓練に参加。2018年7月18日から7月30日、道の区湾にて機雷戦訓練及び彦目印共同総会特別訓練に参加。 2019年9月15日から約3ヶ月間、総会母艦文語と共に、インド洋方面に派遣され、インド洋地域の各国海軍等との海上訓練を実施する。派遣中、バングラデシュ人民共和国、インド共和国、マレーシア、モルディブ共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国を訪問し、総会訓練、潜水訓練等を実施する。 2021年5月7日15時半頃、佐賀県かか島から北4キロの海上にて、漁船一万久島ルと接触。高島左後方と一万久島ル選手付近がぶつかったとみられ、高島の接触箇所には擦ったような白い傷がついた。現場の天候は晴れで、南西の風が8メートル吹いていたが、視界は良好だった。 油の流出及び怪我人は確認されておらず、双方自力航行可能であった。今後、運輸安全委員会が、文字、長崎のいずれかの地方事務所で調査を進める予定。ありがとうございます。